ソノスはサンタバーバラに拠点を置く米国の家電機器企業。2002年にジョン・マクファーレン、クレーグ・シェルバーン、トム・カレン及びトラングマイによって設立された。ソノスは同社が独自開発、製造したスマートスピーカーで広く知られている。創業後、マクファーレンは2004年の c e g で製品の見本を紹介し、2005年の後半に、 デジタルミュージックシステムバンドルが発売されると発表した。同社はプロトタイプと製品設計を拡張し、アイス暗号化によるメッシュネットワーキングを追加して、セットアップされたスピーカーがどの部屋でも音楽を再生できるようにした。2011年から2014年の間に、同社は様々なスピーカーの発売やサービスの追加をしており、2015年には、 ブルース・マウデザインと共同で企業のロゴを変更した。同社は他社と提携を結び、他社のサービスを利用できるようにした。家電製品に加え、同社は2016年7月にニューヨークの双方に独自の公式ストアをオープンし、2012年5月には独自のスタジオとアートギャラリーのソノススタジオもオープンした。ソノスは2002年にジョン・マクファーレン、 クレーグ・シェルバーン、トム・カレン、トラング・マイによって設立され、マクファーレンはワイヤレスサービスを作ることを望んでいた。2004年の CES でマクファーレンは間もなく完成する同社の最初の製品であるスマートスピーカーのデジタルミュージックシステムバンドルの見本を持ち込んだ。このバンドルは11月の CES イノベーションデザインエンジニアリングアワードの ベストオーディオ賞を獲得し、2005年2月に発売された。3月に、同社は現在のデジタルミュージックシステムバンドルのアドオンとして、ZP100 アンプを導入した。このバンドルは5月下旬に英国でも販売されると発表された。まもなく、ユーザーのそのシステムをアナログとデジタルの入出力の接続で従来のアンプにリンクする未増幅の ZP80。 によって統合された。2009年にアンプリファイドスマートスピーカーのゾーンプレイヤー S5 が販売された。2011年2月、シリウス XM ラジオがその背の音楽サービスのカタログに追加された。7月に同社はスマートスピーカーのプレイのラインアップに第2の小型アンプスピーカープレイ3を発表し、スポティファイをカタログに追加した。 マグは5月に14日間の無料トライアルとともにサービス追加された。2012年8月、Amazon Cloud Player の互換性が追加された。5月にソノスはワイヤレスサブウーファー、サブを発表し、テンセントとのコラボで救急ミュージックが利用できるようになった。同月にソノスはスタジオ及びアートギャラリーのソノススタジオを発表した。アートギャラリーは ソノスの製品とともに無料で展示され、スタジオにはベック、ザロンリー・アイランド、ソランジュなどのアーティストも呼ばれ、6月にスタジオ解説の模様を映した映像を公開した。2013年2月、ソノスはサウンドバー型スピーカーのプラバーを発表した。10月には第3の小型のスマートスピーカー、プレイ1を発表した。12月には コールバーグ・クラビス、ロバーツ、レッドポイントベンチャーズ、エレベーション・パートナーズから2500万ドルの資金、調達ラウンドなどで推定1億1800万ドルの資金を調達した。2014年3月、その巣は、同社のシステム用のユニバーサルコントローラーアプリの更新を発表した。2015年1月、ブルース・マウデザインによって2011年から2014年までの4年間、 使われたロゴから新たなロゴへと変更された。ソノスはブルーノートレコードとコラボした限定版ブルーノートプレイ1を2月に発表し3月に発売された。第2世代のプレイ5スピーカーは9月に発表され10月にクラウドプレイヤーのサポートから3年後となる Amazon Music のサポートが正式に追加され同月にプレイ5の予約が開始された。 11月のソフトウェアアップデートで調律機能トループラが公開された。トループラはそのスマートスピーカーユニットの出力を室内の音響に合わせて調整する。調律の初期プロセスでは適切な Apple スマートフォンやタブレットを使用する必要がある。2016年2月に Apple Music がストリーミングで利用できるようになり、 ソノスもミュージックメイクスイットホームスタディという名の実験作をリリースした。3月にジョン・マクファーレン CEO は同社がローカル再生ではなく音楽配信サービスと音声操作への移行を発表し一部の従業員をレイオフした。7月に最初のソノスの店舗がニューヨークの双方に開店した。9月には同社の製品が アップルストアで入手できるようになると発表された。2017年1月、マクファーレンは同社のブログで CEO を辞任し、後任には元 CEO のパトリックスペンスが就任すると発表した。同社は現在6種類のスピーカーを販売している。そのうちの3種類はスマートスピーカーで、他はサウンドバー、サウンドベスト、サブウーファーである。 また無給電のスピーカーを動かすコネクト AMP やアンプや CD プレイヤーなどの従来の音響機器にソノスシステムを接続するコネクトも販売している一つの家庭内の複数のソノスデバイスは無線化優先イーザネットネットワークまたはその両方で相互に接続されているソノスシステムはソノスネットとして知られている独自のアイス暗号化ピアー,ツーピアーミッシュネットワークを 作成する。これにより、各ユニットは任意の入力を再生することができ、必要に応じて複数の場所で音楽を同時再生することができる。この機能を使用するとき、または3.1、5.1サラウンド設定を作成するときは、LAN およびインターネット音源にアクセスするために、単一のゾーンプレイヤー、またはゾーンブリッジをネットワークに接続する必要がある。 そのスネット2.0は 802.11N ハードウェアにミモを統合しより強固な接続を提供している。そのスはベイクオンワイヤレス技術を実装していないが、代わりにすべてのそのスプレイヤー、またはブリッジがスタンバイモード、またはケーブル接続の場合でも常にワイヤレス接続を維持する必要がある。そのスデバイスには電源ボタンはなく、 同社は各スピーカーがアイドル、スタンバイ状態で4から 8W を消費すると主張している。本社はカリフォルニア州サンタバーバラに存在する。同社の製品は主にベストバイ、アップル、ターゲットなどの小売業者を通じて再販されているが、Amazon.com やクラッチフィールドなどのネット通販企業もソノスによって製造された製品の流通と再販の役割を担っている。 2011年11月のプレスリリースによれば、北米で同社の製品が販売されている小売拠点は6300以上に上る。2016年7月12日、最初のソノスの公式店舗がニューヨークにオープンした。現在ソノスによって独立して運営されているオフィスが12カ所存在する。ありがとうございます。